2017年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第69回大会となる。以下のグランプリは2017年シーズン正式に開催される予定である。イギリスグランプリはシルバーストーンから新たに建設されるサーキット・オブ・ウェールズで開催される予定であったが、新サーキットはまだ建設されていない。2つのサーキットは シルバーストーンが2017年までイギリスグランプリを開催し2018年の開催はオプションということで合意した。全シーズンに参戦を残してタイトルを獲得したマルク・マルケスがディフェンディングチャンピオンとしてシーズンに臨む。チームの変更ライダーの変更シーズン途中の変更テクニカルレギュレーションスポーティングレギュレーションライダーズランキングポイントは15位まで。 完走した場合にのみ与えられる。マニファクチャラーズ、ランキングチームズランキング前年チャンピオンのヨハン・ザルコは、モートジッピーにステップアップした。暫定エントリーリストは2016年10月26日に発表された。ライダーの変更チームの変更ライダーズランキング、マニファクチャラーズランキング前年チャンピオンのブラッドビンダーは、モトニにステップアップした。 暫定エントリーリストは2016年10月26日に発表された。ライダーの変更チームの変更ライダーズランキング、マニファクチャラーズランキング。ありがとうございます。